こんばんは。オンラインチキサイン会。オンラインチキサイン会。こんばんは。みんな来てる？みんな来てる？買ってくださった皆さん来てる？こんばんは。来てますだって。ありがとう。今日のこんばんは。今日のチキ、今回のチキサイン会はですね、全部お花を持ちました。8枚目シングルはお花、花は誰のものっていうタイトルということでお花を持ちました。なので今回はお花のお花チキになっております。お花チキです。今回はそれでは一人目からいきますね。一人目はタナベッチさんです。タナベッチさん3枚ありがとう。3枚ありがとう。3枚。なんか今回ね、なんか縦と今までどうだったか忘れたけど、縦と横のチェキがすごい混ざってるんですよ。だからね、今回は横もあります。横取ったことあったっけ？横ない気がするんだよね。今回は横もありますのでお願いします。ありがとう、タナベッチさん。タナベッチさん、ありがとう。そうだよね、やっぱ縦多めだったよね。ありがとう、タナベッチさん。いつもタナベッチさん、たくさんだよ。3枚。そう、今日ね、左目がすごいピクピクしてるんですよ。だからすごい今もピクピクしてる。見えるかな？本当にずっとピクピクして。ちなみに横のチェキって横に書くんだよね。横向きに。縦じゃないよね。横だよね。今日はお花をね、お花を持って撮ったんですけど、お花があるだけでね、もう本当にいいですね。お花を持って撮るだけでとてもいい感じ。3枚ありがとうございます。こんな感じ。お花見チェキ、まあそうだね、お花チェキです。桜ではないから。じゃん、3枚訂正します。ありがとう。タナベッチさん、
あれだよね、あれですか、もしかして、あ、まあいいや、ちょっとこれはね、これはちょっとダメだ、あんまり、あの、なんですか、あのショールームとかで言うことではないかも、公の場で。あの、もしお話し会とか聞けたら、その時にじゃあ聞きます。聞きたいことがあるんですよね。こんばんは。あの、あの、あれなんですよね、あの、なんだっけ、あれあれ、あれ、あれ、あれです、あれ。あの、9時のやつ。STU の9時の、なんか、9時のやつなんだよね。9時のやつの話。まあ、ちょっと、これはちょっと伝わらないから。また今度話しましょう。次、田辺さんです。田辺さん、ありがとう。田辺さん、いつもね、名前が同じだから。ありがとう、田辺さん。田辺さん、今1位じゃん。1位じゃん、珍しい。珍しく田辺さんが1位にいるよ。ありがとう。じゃん。早く会おうな。また会おうな。今どこにいるんだろう。広島かな。広島だよね。やっぱ田辺さん広島にいるよね、きっと。ありがとう田辺さん。田辺さんきっと広島だろうな。やっぱ。次はリセちゃん。リセちゃんありがとう。リセちゃん、リセちゃん、かわいいリセちゃんだ。リセちゃんってちなみにショールーム見てるのかな、見てるのかな、どうなんだろう。お話し会とかはね、あの時々来てくれるんだけど、とっても可愛いんですよリセちゃん。とても可愛いリセちゃんなんです。リセちゃん。ありがとうリセちゃん。また来てねお話し会ありがとう。うん、間違えて押してしまった。あ、これ何なの、このなんか音符みたいな、音符丸みたいなやつ、それでスタンプですか。時々コメントでそれ来るけど、なんかいつもね、何なんだろうって思ってた。ありがとうございます。次はカズッチさんです。カズッチさんありがとう。こんばんは。かずちさん。ファンですか今日は。じゃん、かずっちさんありがとう。かずっちさん、かずっちさんなんかいつもすごいよね、ちょっとお話し会の時すごいよね。ありがとうかずっちさん。ありがとうございます。そういえば今日なんかあれだ、あれですね、あれですね、ちょっと何言おうとしたか忘れた。
なんか久しぶりなだからオンラインサイン会がなんかあオンラインチキサイン会久しぶりだからなんか変な感じがしてる今なんでだろう今なんかすごい変な感じでは次はナシさんです。ありがとうナシさん。あなんかずっと横だねチキが。ナシさん、じゃん。これは横のチェキです。ありがたや、ありがたや、ありがたや。ありがとう。いつもいつも体調にお気をつけてということで、体調にお気をつけて書けました。気をつけてね。ありがとう。はい。では次はなるみさんです。なるみさん、ありがとう。なるみさん、ありがとう。そらさん、ありがとう。そらさん、そんなありがとう。次は大丈夫。旅行のやつと、ダンゴムシを使ってみた。ダンゴムシと、ダンゴムシと、なるみさんありがとう。おしめんやったー。なるみさんたくさんいつもお友達連れてきてくれてありがとう。よしよし、可愛いよねその絵文字。いつも使ってるけどさ、それすごい可愛いなって思う。あのなるみさんが使ってるのがすごいね可愛いなって思うから、これからも使った方がいいと思うそれ。ありがとう。また一緒にね連れてきてね。はい、だってありがとう。次は荒木さん、ありがとう。荒木さん、ありがとう。あ、いたいた。キューさん、ありがとう。キューさん、キューさん、なんか今日も運気言ってたけど、見たけど、もう見たら早く終わりたいかなと思ったので、これにしよう。キューさん、ありがとう。なんかすごい、わーって言ってる。なんか落ちたのかな。荒木さん、ありがとう。いつも優しい荒木さん、優しい笑顔で。あ、週末の僕で、あ、そっか、今週末なのか。行きますだって。ありがとう。じゃあ見つけます。ありがとう。イエイ。そうなんだね。今週末か、そっか、来るんだね。わかりました。次はなりちゃんです。あ、なりちゃん、なりちゃんさ、オンラインサイン会とか、オンラインサイン会だっけ、オンラインサイン会とかでいつもなりちゃんって言ってる気がする。ありがとう。なりちゃん、
なりちゃんって私女性の方かと思ってたら違うっぽいな。なりちゃんいますか？なりちゃんいますか？いないっぽい、いないっぽいわ。はい。なりちゃん。ありがとう、なりちゃん。いないっぽいけどね。いないっぽいけど、ありがとう。私のサイン会の生写真もきっとあるんだよね、私の。なりちゃんは。ありがとうございます。次は、あーさんでーす。あーさん、ありがとう。こんばんは。後で見られるかもしれないからメッセージだって。でも今言ったから今言ったからね。じゃあ次はあーさんです。ありがとう。あーさんはきっといるよね。いつもありがとうだって。ありがとう。こちらこそ。購入順なのかな。多分言ったよね。ああ購入順っぽいね。いつも何でも笑ってくれるからね。笑ってくれてありがとうって書きました。なんかいつもね何でもね笑ってくれるんですよ。本当に優しい。母さん優しい。ありがとう。母さんありがとう。次はギルスさん。ギルスさん、ギルスさん3枚ありがとうございます。前これちょっと違うやつにしようかな。座ってないやつ。ここギルさんありがとう。また話そうね。だって約束だよ。言ったな。約束だよ。ギルさん、はい、あ、ありがとう。ありがとう。これさ、オンラインサイン会、オンラインチェキサイン会ってさ、難しいよね、書きながら話すの。いつも思うけど。いつも可愛いやって、ありがとう。イエーイ。イエーイ。ちょっと難しいから、ちょっとイエーイイエーイって言っとこうかな、ずっと。イエーイって。キューさんはいつも可愛いって言ってくれるから、いつも、あ、じゃあいつもシリーズ書こっかな。じゃあ私今日いつもシリーズ書くよ。キューさん、
ギルさんに、あのいつもシリーズ、いつもシリーズにしてみました。ギルさんのメッセージはこんな感じで、これはねギルさんにしかわからないと思うんだけど、ギルさんと私しかわからないと思うけどね、ちょっとそう書いてみましたありがとう。あの初見の方も見に来てくれてる、ありがとうございます。あの多分買ってもらってはないと思うんですけどあのもしよかったら見てくださいありがとうだって、ありがとう。あのもしね、あの次回次があったら、あの買ってもらえたら嬉しいなって思います。はい、次は美濃山美濃蔵さん、美濃山美濃蔵さんありがとう。手紙をね、お話し会申し込んで、あ、そうなの？話し会申し込んで言われて、あ、やっと話せるの？楽しみ、めちゃめちゃ楽しみ。お手紙いつもありがとう。本当にもう毎回感動してます。本当に美濃山美濃蔵さんのお手紙ありがとう、ありがとう。いや本当にね、毎回本当に感動してる。よく公演前に本当に読むんだけど、私は毎回感動してます。ありがとう。次は誠くんです。誠くんありがとう。まあ、くありがとう。また公演見に来てね。またスタジオ公演の時に、スタジオ公演じゃなくても僕隊とかもあるかもあると思うので、また微笑んでてくださいねありがとう。まことくん、いつもそしていつも可愛いのギフトたくさんありがとう。本当にまた話そうね。ありがとう。次はまきまき、まきまきさん、まきまきさんありがとうございます。まきまきさん、そうそう、なんかね、横のチェキもそう、今回結構あるんだよね。いいよね、なんか横なんかテンションがすごい珍しいね珍しいね。なんかそういうタイプじゃなんかなくない？あんまりお話し会ではちょっと緊張してるのかな、いつもありがとう、まきまきさん。ちょっと次のじゃあお話し会はそのテンションでちょっと行ってみよう。
ウェーイって感じで見てみましょう。ありがとう。ドキだって。いやだよね、いつも絶対だって緊張してるもん。ありがとう。次、山田太郎さん。ありがとうね。じゃあ次はせんちゃん。な、せんちゃん2枚だ。ありがとう、せんちゃん。お、せんちゃんいるの？せんちゃんいるのね。書きながら言うの難しい、本当に本当に難しい。いつになるだろうかね。私が会いに行きたいね。せんちゃんありがとう。2枚。ありがとう。はい、次はどう。せんちゃん、まさかつさん。まさかつさん、ありがとうございます。まさかつさん、いますか？いますか？まさかつさん、なんか発音がわかんない。まさかつさん、まさかつさん、わかんない。ハートハート。はい、まさかつさんありがとうございます。ありがとう。これすごい、あのこのお花ね、すごいお気に入りなんですよ。今回ちょっとね、こうランダムに 4種類のお花をあの買いましてね、それをいろいろ組み合わせを変えて、そう今回は写真を撮りました。で、見て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 、ほら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 、まぶたが動いてる。ほら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 、今日一日ずっとまぶたがピクピクしてる。わかる？わかるかな？あー、なんか目に、なんか、なんか何かがいるみたい、目に。次、黒さん、K 船長さん、ありがとうございます。これは3書かなくていいかな。K 船ありがとうございます。ありがとうございます。だって、ありがとうございます。こちらこそありがとうございます。マルさん3枚ありがとう。マルさんはアップが好きって言ってたから、クロさん、この間もね、お話し会来てくれてありがとう。
またリアルでね、ちょっとあのリアルでまた来てほしい本当に。ね、またちょっと本当にリアルで私はお話ししたいと思っておりますので、また来てください。ちょっとリベンジじゃないですけど本当に来てください。ありがとうヒロさん、ありがとう。なになに、一寸帽子がいる目に。今日あの一昨日ぐらいからね、ずっとまぶたがピクピクしてるんだよね、左の。ちょっと気持ち悪いんだよね、本当に。本当にね、なんか何かがいるみたいな感じ。ああ動いてる。そうなんですよ、まぶたに今日はしゃっくりが出る日だし、ちょっと忙しいんだよね、本当に。次ポチローさんです。あ、ポチローさんありがとう。ヒローさんいる？こんばんは。こんばんは。ヒローさん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 。ありがとう。ヒローさんと話したいです。本当に根本から違うから、あ、そういうことか。ありがとう。誰俺の必殺技って何？行くぜ俺の必殺技何その必殺技って、何するの、どうしたの。こんばんは。はい、次は、サンタロウさん、ありがとう。サンタロウさん、ショールーム、あのこの間ね、全然あのお話し会さ、あの話せなかったよね。なんかね、画面映ってるけどね、全然話せなかったんですよ。気づいて、不具合だったのかな。悲しい、画面見えてるのに、本人見えてるのにってなってたから、ずっと。そうだから、また話しましょう。ありがとう、サンタロウさん、ありがとうございます。そう、悲しいよね、せっかくさ見えてるのにさ。そう、ツラタン、こちら側はツラタンです、本当に。次は、クリキントンさん、ありがとう。クリキントン、クリキントン美味しいよね。いまーす、やって、ありがとう。クリキントン初めて会った感想は、だって、え、なんかね、本当に初めてな感じしなかったんだよね、本当に。あのお話し会でね、たくさん来てくれてたから、本当に初めてな感じがしなかった、それが本当に素直な気持ちで素直な気持ちなんです、本当に。それがなんですよ。その分ね、あ、そうだから、お話し会にたくさん来てくれてたっていうことなので、そうだから何なんだろうね。でもすごい嬉しかったで、いや、こちらこそ嬉しいね、はもう本当にこちらこそです、ありがとう、大好きです、だって、やったー。
嬉しい、ありがとう。ありがとう。ありがとうございます、クリキントンさん。そう、あのリアルの前にね、そうお話し会にたくさんこう来てくれてたっていう。そう。だから、え、初めましてだっけっていう感じになるんですよね。次はカリさん、カリさん、カリさん、ありがとう、カリさん。カリ。カリさん、ありがとう、カリさん、嬉しいな、だって、そう、テンション高カリさん、テンション高カリさん、カリさんね、いつもテンション高いよね。この間だってね、走ってきたもんね、話し会の時めっちゃ面白かった。ありがとう、カリさん、いつもね、面白いよ、本当にテンション高くて癒されますありがとう、ありがとう。はんちゃんに会うと上がります。あ、そうなの、え、嬉しい嬉しい嬉しい。じゃあ、いいことだね。私もそれでさ、あの、うおーってなるし、とても素晴らしい、あの、いいですね、とても素晴らしいですね。その、なんていうんだろう、その、この循環というか、すごくいい循環ですね、本当にありがとうございます。次、カズイさんです。ありがとう、カズイさん。カズイさん、かずいさん、いつもありがとうって、いや、こちらこそです。あの、いつもかずいさんね、ちゃんと来てくれてるじゃん、いろいろ。そう、もう私はもういつでも。もう本当にカズイさんのことを見つけておりますので、あの、心配しないでください。本当にいつでも、だから私がいつでも見てるよっていうそういう、これはちょっと意味ですね、うん、いつでも見てるよって、そのちょっと怖い意味とかではなくて、そうそうそう、あの、いつでも来てくださってるから、いつもいつでもちゃんと見つけてるよっていうことだよありがとう、ありがとう、かずいさん。あの、か、そう、監視とかじゃない、監視とかではない。次はサミアンさん、ありがとう、サミアンさん。見てるかい？見てるかい？サミアンさん、ありがとう。サミアンさんは不思議ちゃんなので、不思議ちゃんって書きました。不思議ちゃん不思議ちゃん、私の中では不思議ちゃん認定しています。サミアンさんはありがとう。でもいつもすごい嬉しいさ、あのコメントというかメッセージとかすごいくれる、ありがとう。あの、不思議ちゃんだけどめちゃめちゃポジティブだよね、サミアンさんってめっちゃポジティブだなって思ってる、いつも。ありがとう。
ちゃん、ともちゃん、ともちゃんです。ともちゃん、なんかいい感じだ。ありがとう、エリボーイさん、ごめんね、ありがとう。お願いします、エリボーイさん、ありがとう。長い間に意外とさ、ハマっててさ、おーって思ってたよね。ともちゃん、こんばんは。セブン営業分店長のお書きしたので何を書いたのか、はい、見てください。ともちゃんありがとう。なんかともちゃんたくさんいそうだね、名前わかるかな。ありがとう、嬉しい。ありがとう、ともちゃん。こちらです、ともちゃんの。ありがとう。なんか今日なんか曲がいっぱい流れてるね。いつもはなんかそのシングルの曲なんだなのに。次はえいひろさん、えいひろさん、ありがとう。えいひろさん、えいひろさん、えいひろさん、お呼びいただきありがとうございます。いやこちらこそ来ていただいてありがとうございます。えいひろさんがコメントしてくれて、そう、えいひろさんのコメントするタイミングは私は知ってるから偉いよって、コメント今。えいひろさんは、そう、えいひろさんはね、もう感謝ということで、もう感謝です。もう感謝、もうだから感謝って書いた、本当に感謝、ありがとう。えいひろさん、もう感謝、感謝だよ、ありがとうで、本当に褒めたよ、そう褒めたよ。ありがとうございます。次はひろきさんです。ひろきさん、あ、漢字ですね、漢字の。そう、そう、漢字ですよ。サングラス描いてくれた、ありがとう、色味可愛い。ありがとう、大事にしてるね、ありがとう、マジに。いちごちゃん、ありがとう、いちごちゃん、ひろきさん、ありがとうございます。だってありがとう。これはお花を食べようってしているところです。ありがとうございます。ひろきさんがコメントするなんてレアなところを見ちゃった。レアだ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 。なんで知ってくれないの、いつも。どうして、どうして、どうして。でもまあまあいろいろね、都合はありますからね、皆さん。ありがとう。あ、この曲懐かしい。次はまいちゃんです。まいちゃん、まいちゃん、かわいい名前だね。ありがとう。四国の時にね、最近でしたから、それがすごいね。次、ベトニアさん、ありがとう、ベトニアさん。まいちゃん、あ、まいちゃん、ありがとう。これはお花をこうあげている感じのチキなんですけど、お花を受け取ってください。
いちゃん、ありがとう。ありがとう。はい。次は、まいのすけさんです。まいまい続き。やっぱりね。まいのすけさん、やっぱりね。やっぱりね。はこのチェキがいいと思います。このチェキがいいと思います。まいのすけさんもっと話したい。私本当にもっと話そうよ。この間久しぶりにね、久しぶりだったよね。お楽しみに届くの、ありがとう。この曲聴くとさあね、本当に私もあれです、ツアーのやったなって思い出す、このユニットをやったなっていう。次はゆうじろうまるさん、ゆうじろうまるさん、ありがとう。ゆうじろうまるさん、ありがとう。ちっちゃいヤーユーヨーが苦手なんですよ。チャーシューショーが苦手なんですよ。はい、ユーヒローマルさんを見てるのかな、わかんないけど、ありがとう。ユーヒローマルさん、ありがとう。元気かな、元気かな、元気かな、元気かな。私はいつでも待っていますので、また機会があったらね、話しましょう。ありがとう。ありがとうございます。ありがとう、りんちゃん、こんばんは、こんばんは。次は炎上さん、ありがとう。うん、店長さん、大事にしてください。ゆうちゃん、ありがとう。また通称楽しみ待ってるね。炎上さん、さっきいたね。名前ちょっと変えました。いいね。次、ラッキーさん、ありがとう。ラッキーさんは、さっき桜のことをメールを送った時に、炎上さん、はい、ありがとう。じゃん、炎上さん、こちらです。次何話すっていう、なんかもう次のお話し会のことをもう書いてしまいましたけど、次は何話す。何でも全然いいけど、考えておいてください。私も考えとくね。予告編、予告編、ありがとう。次、ガワさん、ガワさん、ありがとう。ガワさん、ありがとう。ガワさん、ありがとう。よろしくお願いいたします。いたします。こちらこそよろしくお願いいたします。ということで、ガワさん、よろしくお願いいたしますということで、よろしくお願いしますと書きました。こちらこそよろしくお願いいたしますということで、
8月24の誕生バナーはフロックスで、花言葉は協調、協調らしいですよ、だって協調、おおおおおおお、そうなんですね協調、え、どういう意味それ、ちょっとあまりピンとこない、ピンとこないな私それ。ありがとう教えてくれて、ちょっと帰って調べてみようね、うん、調べてみるよちょっと詳しく調べてみよう、じゃあじゃあ次、次はヘルヤンさん、ヘルヤンさんありがとう。こんばんは、ヘルヤンさん、ありがとうございます、ありがとうございます、ヘルヤンさん、私はヘルヤンさんとお話しできる日を楽しみにしていますので、なのでぜひ私のお話し会に来てもらえたら嬉しいです。ヘルヤンさんありがとうね、でもいつもさコメントとかしてくれてありがとうございます、お顔を見れる日を楽しみにしております。次、水色の水星さん、あ、3枚だ、ありがとう、3枚、3枚ありがとう、水色、なんだろう、この水星の水がさひらがなにしてくれてる、私が前惑星で読んだからかな、優しい、優しいね、ありがとう、私のためにひらがなにしてくれて、3枚も、3枚もありがとう、本当にこんな感じです、ありがとうございます。ちょっとメッセージはね、メッセージにこのいろいろ気持ちを込めましたので受け取ってください、ありがとうございます。全身力やっぱいいのね、いいね、わかる、わかる。次はみつさんです、みつさんありがとう、みつさん、みつさん、
ん見てるかな。いつもなあのすごくお仕事とかね大変そうなんで、ミスさんにはお疲れ様ですって、お疲れ様って書きました。ありがとうミスさん、ありがとう。メガネ、はい。じゃあ次はクレセイゼンさん、ありがとう、ありがとう。はい、こんばんは。こんばんは。謝らないで。スカノクテ公園行きますだって。お、了解しました、ね、もっとたくさん話せる機会が、ね、あったらいいなって思ってました。そうなんだ、僕たち来るんだね。え、もしかしてちょっと久々に来る感じかな。見つけるね、ありがとう。これからもお願いします、お願いします。こちらこそお願いいたします。次はメイティさんです。メイティさん、ありがとう。メイティさん、メイティさんいますか。メイティさんいますでしょうか。うん、いなさそうかも。ありがとう。私いつもメイティさんの名前見るとすごいなんかどんな人なんだろうってすごい思う。なんかおしゃれな名前だよねメイティって。なんかあ、なんかどういう方なんだろうなってちょっと思っています。ありがとうメイティさん。見てないかもしれないけどありがとうございます。メイティー、メイティーってなんか羊の名前みたい。次は、ひろきさんです。あ、カタカナのひろきさん、ありがとうございます。ひろきさん、そういつもね漢字とカタカナのねひろきさんがいるんですよ。カタカナのひろきさん、ありがとう。ひろきさん、わあ、ありがとう。ありがとう、ひろきさん。あの、なんかあれですね、初訪問とかこうたくさん来てくれている。ありがとう、ありがとう。だけど大丈夫そうかな。これチェキサイン会だからさ、
あ、これ もしかしたらでもあれだよね、このチェキ、チェキ購入してくださった方がこう初めて見に来てる。あ、でもそういう感じでもない気がするからな、このこれ見てる感じだとこのなんか、あの、何ですかね、表、この名前のやつを見てるとそうでもない気がするんだけど、そうだけど来てくれてるんですね。そうなんだ、あの普段のやっぱショールームの方に来てほしいなって思うかなあ、そうそう、普段のショールームの方にも来てほしいなって思いますね。なのでちょっと来てほしいなって思いますね、はい。あ、もしかしたら星集めかもしれない。あ、そうだ、星集めかもしれないよね。そうだ、次はライゾさんです。ライゾさん、ありがとう。ライズさん、ライズさん、ライズさんもいつもね、ショールームじゃないや、室並べとかありがとうございます。ライゾさん、ライゾさんがショールームコメントしてくれたら嬉しい、レアだからあ、ライゾさんだってなる。でも今日はいないから、ありがとう、いつもありがとうございます。あと3人です。次、モノモノパンさん、モノモノパンさん、ありがとう、モノモノパンさん。ねえねえ、俺の新しいあだ名考えて、あだ、新しいあだ名、あ、ちなみにこんな感じですね、チキは。新しい、そうだね、でも今ハンバーガーのアイコンにしてるから、いや、モノモノっていう、その何、そのもともとそのモノっていう字が入ってるのかな、名前に。モノバーガー、モノバーガーで、じゃあモノバーガーで、そう、モノモノさんだからね、モノバーガーで、新しい名前あだ名ありがとう、あ、 ありがとうございます。いつもね、明るいね、本当に楽しい話をありがとうございます。そう、いつもね、本当に明るいんだよね、モノモノさんって、本当に楽しいね、いつもお話ありがとう。モノバーガー、モノバーガーへようこそみたいな、あの、なんだろう、ネタ、ギャグができると思います。次は、ゆういちさんです。ありがとう、ゆういちさん。ありがとう、ありがとうございます。公園楽しかったよ、だって。公園、あ、いたね、見つけた、ありがとう。嬉しい、ありがとう、楽しみ、ありがとう。
つもありがとう、だっていつもありがとうって。こちらこそ、公演楽しかったならよかった。優しい笑顔ニコ。なになに、ネタ考えとくって何？お話し会のネタ考えとく。そうね、ちょっとネタ切れにならないように考えといて、ちょっとちゃんと。ありがとうございます。じゃあ次はね、あ、最後だ、カズさん、カズさん、カズさんありがとう。カズさん2枚だ、ありがとう。2枚、ローマ字です。笑ってる、笑ってるやつにしようかな。カズさん、さん、ありがとう。2枚です。カズさんありがとうございます。ローマ字のカズさんです。2枚、最後、最後です。あの、なんていうんだっけ、鍵締め、ありがとう。バイバイ。ありがとうございます。終わりました。左目の調子を見てみましょう。あ、今な、何にもなってないの。今大丈夫だ。皆さんのおかげで治りました。皆さんのおかげで治りました。皆さんがチェキを、チェキありがとう、嬉しい、ありがとうってコメントしてくれたから、その皆さんのパワーで左目も治りましたね。これはきっとよかった。ありがとう。もう大丈夫そうかもしれない。よかった。よし、じゃあ、そうだ、皆さんは眼科だ。皆さんのことこれから眼科って呼ぼうかな。眼科の皆さん、ありがとう。皆さんのことじゃあこれから眼科って呼ぶね。ギフトもありがとうございます。皆さんギフト本当にたくさんギフトをいただいています。ありがとう。じゃあランキングを読んで終わろうかな。チーム眼科。チーム眼科、良い年度末。確かにね、年度末だね。もう、うわ、皆さん年度末。ヤパミンか眼科。いや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 、やっぱヤパミンの方が可愛いから。それは冗談ですよ、冗談だって。パンのマーカー目になったら怖いじゃない、この絵文字、この目の絵文字になったら。みんなこのさ、目の絵文字とか付け合わせたら怖いから、すごいもうなんか見られてるみたいな感じになっちゃうから。怖いの。それは冗談ですけども。あ、そうだね、シャックいかなかった、よかった。そう、なんか結構しっくりってさ、で一回出たらさめっちゃ出るじゃん。だからちょっと大丈夫そうです。じゃあランキングを読んで終わろうかな。13位、七千円静さん、ありがとうございます。12位、まきまきさん、ありがとうございます。こ
目が明るくなった。と11位エイロさん、10位マツくんさん、9位トシキさん、8位キッチンさん、7位エンジョーさん、6位ラブリー48さん、5位クレ星人さん、4位ミキミキさん、3位田辺さん、2位ギルスさん、そして1位がマコトくん、ありがとうございます。みんなありがとう。みんなありがとう。ありがとう。あのすごい余ってる。ありがとう。ありがとうね。じゃあ終わります。バイバーイ。届くのお楽しみに、皆さん。お楽しみにです。じゃあバイバーイ。